サウジホークスはサウジアラビア空軍の公式デモンストレーションチームである。1998年に開けたい。1999年に初の展示飛行を実施。機体はサウジアラビアのナショナルカラーである緑と白で塗装されている。操縦士のユニフォームは緑色。ヘルメットの色は緑と白である。展示飛行は5機のフォーメーションと2機のペアシンクロの K7 機で行われる。2016年6月末日現在もチームは健在である。1980年代末、サウジアラビア空軍の首脳部は国内外での広報活動を担う展示飛行チームの創設を検討した。1988年、当時の空軍参謀総長、アブドゥルアズイーズ・ヘナイディは航空省スルターン・ビン・アブドゥルアジーズ王子の指示を 取り付けて飛行チームの具体化を進め、1998年6月25日、9機の BAE ホークで編成された第88飛行隊がダーランのキング・アブデル・アジーズ航空基地で開けたいした。解体当初は特定の愛称はなかったが、解体して間もなくサウジホークスの公式愛称が付けられた。解体当初の編成は3機のホークマーク、65と6機の ホークマーク 65A で、このうちマーク65はカラースモークが一色しか使用できなかった。同じホークを運用しているレッドアローズは先輩格として存在し、解体当初サウジホークスのパイロットはレッドアローズの演技を見学するため、マルタやキプロスへ出張した。展示飛行のデビューは1999年1月に、 首都リアドで開催されたサウジアラビア建国100周年記念式典での展示飛行で2000年2月にはバーレーンへ初の海外出張を行った。その後、アラブ圏だけではなくエアタトゥーなどヨーロッパで開催される国際航空ショーにも多く参加している。ありがとうございます。